あ、上から見るのが楽しいかもしれない。うん、絶対捕まんねえし、はい、まあ上も下もだってあの鉄仮面はだってあれ絶対売れないでしょ。売れるわけがないもん。すっげーインプレッサーもあるし、草広が動いてるぞ。ガタガタ言いながら、いや、あの毛、草広が動いてる。すごいエンジンから草生えるもんね。なんか的みたいの書いてあるし、あの方のクラムを久しぶりに見たな。うん、春が多いんじゃねえかな。人いるのかな。いなさそうだよな。ただの配送地場だし、まあ、そうなんだよ、反対側もすごいからね。3人どこ行ったっけ。うん、見つけらんねえや。ちょっと渡ろうか。なんだあれ、センチュリーか。いや、本当にとかしてあのセンチュリーまで行きたいな。いや、これだってこれが絶対に買い手がつかないもん。センチュリーだよな、はい、その距離でよく分かんねえけど、だよな、このケツは。うん、本当だ。隠れてて見えなかった。向こうからだと分からなかったね。
ブルアレックスいっぱいあるな、はい、前回撮影した動画がついに高評価100になりました。今100ぴったりだよ。うん、春に撮ったのが。うん、やらない。やらない、やらない。あ、撮っとくのかな。多分。売る気なし。まあ社長の趣味的な。トラックのドアが開けっぱなしな。あれ、あの二人組いなくなったの。川の方に行ったのかな。ホームランボールを探してんのかな。いや、これ飛び越えねえか。あ、見るとどっか穴開いてるかもしんねえしな。でも一応立ち入り禁止って書いてあるから行かねえ方がいいか。どこに人がいるかわかんねえけど。ないよね、うん、草生えるってね。何があったんだろうね。ツイートされたとか。あ、なんか戻ってきた。本当にボール探してんのかな。多分ボールか。見てるんじゃなかった。まあ、だって草が俺なんか棒振り回してっけね。まあいや、とりあえずテティはないようだ。うん、逆に、いや、そうそうそう、思われるもんね。様子を見に来たみたいな、関係者みたいな。うん、カメラまで持って欲しいの証拠みたいな。
逆に向こうもビビってるかも、やべえ怒られるかとか。もう社長の車ブリドレとかに決まったかな。車掌台数が少ないからね、本当に。本当だ。やべえ。もう鎖切ったんだろうね。多いね、はい、捨てられないんだろうね、思い出がいるとかあって、はい、土が入ってあ、4区なんだ、あ、ほんとだ、4区あったんだ、知らなかった、上からわからなかった。あ、セビードか。まあトラックが見たら俺は運べないよな。うん、めっちゃ重いよね。いたいんだ、俺が映画監督だったらここロケ地にするわ。あ、そうですね、入り放題、これ撮影する、金払って。まあ、アクション映画5つ子の姉妹がね、男をめぐってね、殺し合うっていう物語でね。あーあー、なるほど。
それぞれ違う武器を使うんで、ロケットランチャーとかマシンガンとか剣とか手裏剣とか。そのうち悪魔の見たパン出てくるっけ。悪魔五人芝居で能力者に。もちろん出てくるよ。うん、あと進撃の超人も出てくるっけ。嘘つく場所みんなこれここで。サヒロ全部ブラックしちゃう。だよね、これさ、もう使ってねえんだ。シャッターも全開になってし、シャッター全開っていうかもう開かないんだろうな、多分。全開し、ちょうどね、もう枝と枝の間にセンチュリーがあるって。船までずっとあるしね。しかしまあこれ元が何の建物なんだろうね。煙突はあるし、まあ細長い廊下が3本繋がって、ヤマトの手法みたいになってる。
水害にすっげえ弱そうな土地だよ。まあだからこそ土地は安いんだろうけど。こうか。うん。除雪車とか。イカホスケート肉と書いてあるしね。イニシャル D に出てきたような、出てきてないような、通りの途中曲がったとこだよね。飛行機来たね。うん。
家の人出てこないね。死ねえだろうな、このくらいじゃ。万が一されてたとしても絶対捕まらない。うん、それを捕まってたら本当にキリがねえ。いや、使ってるっしょ。多分水害でやられた車かもな。1000円くらい払ったらどうだ。入場料。え？1人100円ずつ。300円で。コンビニの廃棄とか渡す。別にスープとか違うと思うよ。多分ね。そう、L300出てる。何十年放置してるんだろうな。歩いて大丈夫っしょ。いい人でよかった。なんか軽く不法侵入をしているような気がしなくもないような。こっちは立ち入り禁止か。じゃあ左に曲がろう。
ってこないよね。チンコ用の本。いやーと、何かと思った。うん、左がチンコ用。あ、逃げる。止まった。うんこしねえよな。こっち見てる、めっちゃ見てる。獅子神様みたい。踊ってこないよな。え、向かってくる。こっちに来るなって言ってるように聞こえないかな。ドイツ村も見えそうだね。